ちは。前回は12センチのパターンで作るサンプラーキルトの1回目、こちらの風車を作りました。今回は2回目です、今回は三角形のパターンで作る飛ぶ鳥という、こちらを作っていきたいと思います。
前回のパターンよりもピースが多かったので、今回ちょっと縫うのが大変だったかもしれませんが、三角形はいろんな広がりが出るとても楽しいパターンです。今回のものだけでなくいろんなものにチャレンジしていただけたらと思います。次回は3つ目のパターン8ポインティッドスター、別名が、レモンスター、こちらにチャレンジしたいと思います。